ロサンゼルステーブルへようこそ。このチャンネルではロサンゼルスへ移住した元料理人が作る料理をレシピとともにご紹介するお料理エンターテインメントチャンネルです。本日の料理はこちら、イキアサリから作るクラムチャウダー。前々回の動画からこのナレーションっていうのを初めてやってみたんですけど、嫁に動画を見せてみたら5秒くらい見てたった一言、おもろないって言われまして、なかなかでしょう。10分弱の動画に撮影、編集、ナレーション、もろもろでトータル3日ぐらいかかってるんですよ。それをね、たった5文字ですよ。5文字。おもろない。ちょっとね、もうちょっと見てくれてもね。ということで、自分の言葉で伝えられるように、僕の生まれ故郷の大阪の言葉でね、お伝えできたらなと。今回からね、大阪弁でこの料理のナレーションに挑戦してみようかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、では早速材料の説明から。玉ねぎ、今回は1個使います。ちょっと座りが悪いですね。はい、人参、アメリカの人参ってね、結構細長いのが多いんですよね。セロリ2本ぐらい入れましょうか。ニンニクはガサッと2、3個かな。クラムチャウダーにはやっぱりじゃがいも、今回は大きめの2個ドーンと入れちゃいますよ。香り付けのタイム、なかったらもう入れなくてもいいです。これはベーコン、うちはねコストコでまとめて買ってね、 100g ずつぐらい小分けにして冷凍にしてます。生クリーム、アメリカではねヘビークリームって言いますね。最後にこのレドンドビーチで買ったマニラクラム、味もね見た目もアサリに似てるんですけど、微妙に違う品種らしいです。まあアサリが手に入る方はアサリ買ってください。じゃあ早速玉ねぎからカットしていきますね。根っこと頭の部分をカットして、うちの嫁にねこれやらしたらね、3分の1ぐらい根っこの部分捨ておるんですよ。ペンってね、もったいないんでね、根っこのギリギリカットしてくださいね。半分に切って食感を残したいんで、今回はね大きめのね角切りみたいな感じでカットしていきますね。横にも切り込みを入れて、大きめのね最高状っていうんですかね、四角く切っていきましょう。実はね野菜を均等な大きさにカットするのがね一番難しかったりするんですよね。人参もね綺麗にしっかり皮をむいて縦に半分で、そうしてまたそれを半分にカットして、人参もね四角く切っていきましょう。人参をカットする時のね音がねもうねいいですよね。このコンコンコンっていうのがね。セロリもね根っこの部分をカットして、同じようにね縦半分にカットして四角く切っていきましょう。じゃがいももね綺麗に皮むいて、余分な芽とかもくり抜いておいてくださいね。新鮮なものほどひっつくのでね、指とか切らないように気をつけてカットしていきましょう。最初にね縦に同じ厚さになるように丁寧にカットして、料理慣れてない人ってね同じ厚さに切れないんですよね。練習が必要なんですよ。練習してくださいね。これね火の通りがねバラバラになってしまうので、なるべく均等になるようにね心がけると、ね、見た目も美しくて、そして実際にね食べてみても美味しい料理が出来上がりますからね。ニンニクはね半分にカットして、真ん中の芽を取ってスライスにしますね。じゃあベーコン炒めていきます。ベーコン炒めるとね油がいっぱい出てくるんですけど、油をしっかりとベーコンから出すには最初に少量の油をちょっと入れると出しやすいので、オリーブオイルをちょっとで火にかけます。それからねもう一つフライパンを用意して、こっちはねニンニクを炒めていきますよ。こっちはねオリーブオイルをたっぷりめに入れてください。それから火にかけてください。だんだんニンニクがね色づいてきていい香りがしてきたら、砂抜きしておいたアサリを入れます。ガーリックオイルをこう貝に絡ませるように揺すってあげて、ある程度温まってきたら白ワインをドーッと入れます。この辺のね分量はもう適当です。白ワインもねなかったらねもう日本酒とかでもいいんですよこれね。でねそれでね蓋をして置いておいてください。そうこうしてるうちにね、ベーコンがね、いい感じに油が抜けてね、炒まってきてるんですよね。このね、料理に慣れてくると、こういったね、タイミングとかもね、バッチリ合ってくるんですよね。こうやってね。で、軽く混ぜておいて、そこにね、カットしておいた玉ねぎ入れます。ベーコンからね、出た油をね、玉ねぎに吸わせていくような感じですね。しっかりとね、こう、底の方から混ぜて、油のね、膜で玉ねぎをコーティングするようなイメージですよね。あもうこれで美味しそう、美味しそうでしょうこれね。これだけでねもう白飯3杯くらいいけそうですよね。ある程度炒まってきたら、そこに人参とセロリも入れちゃいましょう。
あの前回のね無水カレーの時にも言いましたけど、この玉ねぎ、人参、セロリっていうのは香味野菜って言ってね、香りと味のベースになる野菜なんで、とっても重要ですよ。じゃあね、これね蓋をしてしっかりと炒めていきましょう。ほら、そしたらね、この貝がいい感じに開いてるんですよ。もうこのタイミングバッチリでしょ。まあこの辺のタイミングはね、まあ、動画の編集次第で何とでもなるんですけどね。アサリからね、これだけ美味しいお出汁が出てるんですよ。このアサリのね、このお出汁っていうかね、旨味っていうかね、これめちゃめちゃ重要なんですよ。このクラムチャウダーにね、ザルにしっかりと揚げてね、もうこれ捨てたらダメですよ。これね、絶対ね取っといてくださいね、これちゃんと。野菜の方もね、いい感じに炒まってきてるでしょ。このストーブ鍋のいいところっていうのはね、この蓋で鍋を密閉して野菜から出た水分を閉じ込めていくので、蒸し焼き状態にできるんですね。旨味もね、野菜の旨味も逃がさないんですよね。じゃあちょっとね、スープにとろみをつけたいので、小麦粉を大さじ2杯ぐらい野菜に振りかけて全体に絡めて、さらに炒めていきましょう。このね、粉っぽさがなくなるくらいまで、全体がこう馴染むぐらいまで混ぜておいて、そこにね、水気を軽く切ってじゃがいも入れますね。ガッサーともう入れちゃいましょう。でね、また全体をしっかり混ぜるように。もう美味しそうでしょ、これでね。そこにね、さっきのね、貝のお出汁入れちゃいますよ。全部ザーッとね、これアサリのね、お出汁だけね、スーパーでね、こう瓶で売ってたりとかするんで、それをね、さらにね、このタイミングで追加しちゃってもらっても全然 OK ですよ。あとはね、もう昆布出汁とか、あと白出汁とか加えても美味しいかもしれませんよね。もしお家にあったら試してみてください。またしっかり底の方からね、貝の旨味を野菜全体に染み込ませるように混ぜていきますよ。はい、出ました、タイム。こういったね、ハーブ系を入れることでね、ぐっとエレガントな香りが追加されるんで、プロっぽい仕上がりになりますよね。生クリームはね、たっぷり、今回はね 500ml 弱ぐらい入れちゃいました。あっさりめがお好きな方は生クリームと牛乳を半々にするとか、ちょっとね牛乳を多めにするとかね、お好みでもバランスとってみてください。また全体を軽くなじませてね、もう優しくね、丁寧に仕上げていきましょうね。ある程度全体がなじんだら蓋をしてじっくり煮込んでいきましょうね。そしたらね、アサリのね、貝が残っているので、貝からね、もう身の部分を取っていきましょう。こんな感じでね、全部ね、身を外しておきましょう。じっくりコトコト煮込むこと約1時間ぐらいですかね。野菜、特にね、じゃがいもが柔らかくなってきたらもう出来上がりです。香りがね、もうしっかりと出てたら、もうタイムも取り除いちゃってください。で、ここで味見をしてみて、塩気が足りなかったらここで塩を足してください。貝の塩分が強い場合とかもあるんでね、ここはもう味見してお好みの塩加減に調整してみてください。そして最後の最後に、この身を外したアサリを加えて全体に混ぜてください。もうこれ温めるだけでいいですからね。もし生クリームだけでちょっと重たいなーって感じたら、ここで少しお水を加えて伸ばしてもらってもいいですし、牛乳を加えてもらっても大丈夫です。その分ね、もう少し煮込んでいただければ美味しく仕上がると思います。じゃあ盛り付けていきますね。たっぷり具を入れて、サンフランシスコだとね、このブレッドボールって言ってね、サワードーのパンの中身をくり抜いてパンの器にするんですね。まあこれが美味しいんですよね。まあ今回は普通のお皿でやっていきます。クラッカーを何枚か添えて、食べる時にねパリパリっと割って振りかけて食べてみてください。はい、どうぞ召し上がれ。さて、今回のお料理はいかがだったでしょうか。材料の詳細は動画の概要欄にも書いてますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。この動画を見て、僕も私も作ったよって方いらっしゃったら、ぜひ感想を聞かせてください。コメント欄にこのレシピの感想を書いてもらったらめちゃめちゃ嬉しいです。Twitter とか Instagram もやってるので、そちらに写真とか動画をアップしていただければ、皆さんのお料理もシェアさせていただくので、ぜひお願いします。あとは今後このチャンネルで作ってほしい料理とかあれば、コメント欄でリクエストも受け付けておりますのでね、ぜひコメントください。気が向いたらリクエストにお答えして作らせていただきますんでね。
では最後に、この動画が良かったなって思う方はグッドボタンもお願いします。あとね、次のね動画のねレシピがねものすごい美味しいのができたんで、次の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録しておいてくださいね。それでは次のお料理でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。